皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。もう一人、同じく、副編集長の梶山です。はいはい。で、今日はですね、大きなテーマとして渋谷事件を取り上げさせていただきます。一人ゲストとして鹿児島からズームでの参加になりますが、渋谷事件を担当された野平、康弘弁護士に来ていただいております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、実はこの3人でこういうふうな形でですね、お話をさせていただきたいということになったのはですね、いろんなつながりがありまして、梶山さんは元ですね、朝日新聞の鹿児島総局長だったんですよね。はい、その時に渋谷事件を実は担当されまして、私は当時もう退職しましたけど、鹿児島大学の、教員で、メディア論の担当をですね、してまして、そこで冤罪事件をいろいろ取り上げる中で地元の渋谷事件を取り上げることになったと。そういう中で、弁護団の中心でもあったですね、野平弁護士や、被害者の方々ともですね、いろいろお会いする機会があってですね、渋谷事件を後からご紹介させていただきますが、本をですね、出すとか、そういうことも なって、この3人協力しながらいろいろですね、渋谷事件の問題を、片や弁護士、片やジャーナリスト、片や研究者という形で関わったというご縁があったということですよね。野平さん、お久しぶりです。お久しぶりです。本当ですよね。いや、この3人で揃ってこういうね、収集事件を改めてやれるっていうのはね、嬉しいですよね。はい、それでちょっと本のご紹介をですね、させていただきますね。まずですね、早く出された分からです、ね、言いますと、これ梶山さんが出されたですね、本で、違法捜査渋谷事件でっち上げの真実ですね。これは角川学芸出版から出されてますね。はいはい、これは最初にどういう形で、はい、警察の方から内部文書を内部文書をもらったんですけど、うんうん、その内部文書を17項目なんですけど、17の内部文書をこの本の中に散りばめてですね、物語を作っております。はい、でこれを出された後ですね、もう一つ関連してですね、冤罪を終え渋谷事件との千日という本を出されてますね。はい、私、朝日新聞の鹿児島総局長をしたんですけど、朝日新聞がこの事件どう関わってどういう調査報道をしたかというのを、内部の内幕を書いた物語です。はい、で、まあ、これちょっと関連でということでありますが、これもですね、注目されている本で、足利事件の真実、孤高の法医学者が暴いたということで、これ梶山さんの短調で出されてるんですが、はい、これは私がその鹿児島総局長の後に、東京の本社でですね、特別報道部という調査報道をするところの、部長代理を務めたときにですね、東京におられましたよね。はい、足利事件を調査報道したんですね。うん、でその時の本、その調査報道をまとめた内容です。はい、でここで出ている法医学者の方というのが、はい、今ここの ISF でね、はい、連載していただいてますよね。連載をしているメインになってますが、筑波大学の本田克也元教授がですね、やはり今の今市事件と一緒で
足利事件も暴いていくんですね、その、まあ、DNA の歴史を踏まえながら、その暴いていく姿をもう描いていくという物語です。はいはい、まあ、だから今につながってるわけですね。そうです、この問題はですね、はいはい、それともう一つですね、実はこれ本当は最初にご紹介もしようかと思ったんですが、あの年代的には一番、比較的新しい2016年のですね版で、しぶし事件は終わらないということで、野平弁護士と私の共編著で出させていただいています。この中にはですね、あの梶山さんやですね、梶山さんの、あの副キャップだった大久保真紀さんとかですね、可視化の問題を国会で取り上げた辻恵弁護士ですね、国会議員でもあった方、あるいは被害者の方、中山真一さんとか中山富子さんとかですね、支援住民の人権を考える会の市木さんとかですね、いろんな方にあの書いていただいた本であります。野平さん、この時はお世話になりました。はい、しぶし事件関係ではさまざまなあのシンポジウムなどもね、事件の後にありましたけども、そこら辺につきましてはまた後からですね触れさせていただきたいと思います。それで皆さん方まだはっきりあのしぶし事件とは何であったのかというのがですね、よく分かっておられないと思いますので、事件の概要について野平弁護士の方から少し最初にお話ししていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、なかなかあの一言で言う事件を、全体像をお話しするのは非常に難しいです、で、あの選挙、これは県議選、鹿児島県議選ですね、の立候補した議員に、まあ、当選したんですが、その方に関して、選挙買収事件があの多数行われた、いろんな人に対する買収工作が行われた。その中の一つが起訴された事件、4つの選挙買収会合事件が、志布志の町の夜浦という集落のさらに小さな集落の懐集落というところで4回買収会合が開かれて、そこで、まあ、200万近いお金が配られた。合計200万近いお金が配られたということで、立件されたわけですけども、いずれもそれが3年半以上ですかね、の審理を経た後、無罪判決になる。非常にあのいろんな警察官の尋問も行いましたし、まあ、検察官の尋問も行って、それから関係者の尋問も多数行われて、一つはそのまずその夜浦集落の懐集落というところに、あの行ったとされる選挙お金を配ったとされる側の人間が別の場所にいた、アリバイが立証できた、で、自白証拠が自白した、まあ、4回買収会合があったとして、お金をもらったとされる人たちの供述、まあ、6人の方のうち4人かな、の自白調書などが多数あったんですけれども、いずれも信用できない、まあ、まずそういうアリバイがあったということが立証できて無罪になった。それから供述にですね、大きな変遷があった。自白供述がいずれも、変遷に変遷を重ねた。主要な部分で変遷があった。判決でも指摘されているところですけど、重要な部分で変遷が繰り返された。で、これは特異な、やっぱり警察官による供述合わせが行われた、取り調べ、密室取り調べによって供述合わせが可能であるということをよく示した事件だと思うんですけど、まあ、1回買収会合があって1万円もらいましたというような話からスタートして、それがいつの間にか4回買収会合があって、3万、6万、10万ですか、いうような3万、5万、5万、10万、途中で、ね、それをもらったというふうに供述が、その都度変遷していく。これはもう繰り返し繰り返し変遷されていった、変遷していったと。だから、ある自白者が、いや、2回、供述が合わないもんですから、
事実で悩むんですから供述が合わない、供述が合わないので、まあ、さらに供述を作っていくという、まあ、これはですね自白密室取り調べの弊害が端的に出る局面だと思うんですけども、そういう場面が、まあ、この渋谷事件では典型的に現れた。だからやっぱり取り調べ室の改善につながらないといけない案件だったんだろうと思います。で、まあ、そういう選挙買収会合事件に関して言えば、こういうふうに多数 の13名、の方が起訴されて、いずれも無罪という、全員無罪の判決という当然の結果が得られたわけですけども、それはやっぱり真実はアリバイということで明確にできたし、それから供述の変遷ということも取り調べ過程をすべて、警察官の尋問などを行うことによって明らかにできたということが、冤罪を防止することができた。裁判所も間違わなかった。裁判所が最終的には判断をきちんとしてくれて無罪解放してくれたということだと思います。ただ取り調べ過程、この過程の中でさまざまな、買収事件というものが作られていきます。で、最初の端緒となった事件というのは、ビール口事件と呼ばれる事件で、これは、可視化運動に日米連の可視化運動に非常に力を貸してくれた川端幸男さん、ホテルの経営者なんですけども、彼が、疑われて、その踏み字という取り調べ、密室取り調べで踏み字をさせられたというところで、家族の名前、子どもたちの孫の名前などを書いた紙をですね、踏まされた。後で詳しく、そういう他の事件も、はい、加わったということです。だから基本的には買収会合事件でした。僕の方から少し補足させていただきますと、2003年平成15年の4月13日の投開票の鹿児島県議会、議員、選挙ですね、統一地方選の鹿児島県の総群選挙区で当選したその中山真一県会議員の陣営が総群の志布志町、現在志布志市になっている集落、懐集落で、ヨーランですね、住民に、焼酎や現金を配ったとして、公職選挙法違反容疑で逮捕された、事件であって、先ほど、言われたような、いろんな缶ビール事件とか焼酎とか現金を配った事件とかいろいろありながら、メインの問題として4回の買収会合事件がメインで、13名の方が起訴され、その途中で1人の方が病死されて、12名の方最終的に無罪判決には至ったという事件なんですね。で、この事件についてはですね、そのよく言われるんですが、いわゆる冤罪事件であるという言い方もされますが、いや、冤罪事件という言い方はまたちょっとですね、適切ではないと。むしろ、でっち上げっていう権力犯罪事件であるという言い方もされてますが、この件については、野平さんはどのように見ておられますか。渋谷事件は冤罪事件と言えるのか。大きな意味では冤罪だと思うし、事件が作られたという意味ではでっち上げの事件、警察によるでっち上げの事件だ、両面持っているというか、それによって被害を受けた人たちがいるわけですから、これはもう被害を作った事件という意味ではもう大変な事件だと思います。ですよね。通常の冤罪事件っていうのは、その無実の人がその犯人視されて逮捕され起訴され、そして有罪判決まで行ったっていうのが一番狭い意味で、捜査当局のこうミスというか予断とかね、そういうものを向こうの人がですね有罪まで行ったというのが冤罪事件という狭い意味の冤罪事件で、これは僕はよく覚えてるのが、鳩山邦夫法務大臣が記者会見で渋谷事件の無罪判決が出た後、渋谷事件は一審で無罪になったんだから冤罪事件ではないという言い方をしたんですね。
で、それに対して、まあ、弁護団とか被害者の方は逆の意味で冤罪事件ではないと、うん、重大なミスとかね、そうではなくて完全なでっち上げ権力犯罪だからっていう言い方もされてたと思いますが、それはどういうふうに。まあ、実際には逮捕されてると、はい、私どもは本などでですね、はい、虚罪ということを、あ、虚罪ね、はい、いい言葉です。虚罪という言葉を使ってですね、やっぱり逮捕されてるんだから、うん、多くの人にあの人は犯人だということを植え付けたという意味ではですね、うん、冤罪という実際には冤罪になる前に裁判所がきちっと無罪というのを言い渡したんです。私たちはそういう意味では虚罪という言葉をですね、あの時は原稿にも作ったし使ったし、本にもそういう本が出てきました。ですね、僕の部下で大久保真紀というデスクが本を出したんですけど、あです、ね、その時の題は虚罪です。あですよね、はいはい、それでですね、その今虚罪という言葉も出ましたけども、そもそも買収会合はなかったんですよね。それが証明されたということであるならば、その買収会合事件とか言いますし、その渋谷事件の言い方では何か選挙違反事件とかいろんな言い方するんですけれども、選挙違反も全然立証されてないわけですし、架空の事件をこう作り上げたということですよね。そうですね、もう実際に自分たちが勝手に、架空の事件を作って、その夜裏の住民たちにそれを押し付けたと。うんうん、それは後でいろんな叩き割りという、うんうん、もう朝から晩まで本来的に言えば任意なのに、もう長時間無理やりにですね呼び出して吐くまで、家族まで容疑を突きつけてですね、で病院に運ばれてでもそこに取り調べに行ったりですね、うんうん、めちゃくちゃなことをやってましたね。あ、そういうことですね、はい、全くなかった事件を捜査当局が作り上げたという事件であったということでいいんですよね、野平弁護士。そうですね、はい、まあ、通常、まあ、犯人性が問題になる事件が我々冤罪事件として扱うことが多いんですけど、事件性っていう、事件性自体が作られるっていう事件はさほどあるとは思えないんですけど、今回のはもうそういう犯人性を超えた事件性までない事件について、そうですね、警察側が作り上げてしまった。これは取調室が何でもできる場所だということをよく示す。今日どうしても選挙買収会合事件とか選挙買収事件というのは、うんうん、供述代理になってしまうところが捜査の、まあ、常道としてあるというところだと思います。つまりどうしても密室、お金の受け渡しというのは密室で行われるのが一般的でしょうから、どうしても物証が乏しい。でそうすると勢い供述に頼る、供述に頼るから取り調べ官が自白を迫る、供述を迫る、その過程で実でないことが語られてしまう、あるいは語らせてしまう、こういうことが起こった事件ですので、もう冤罪とかというよりそのメカニズムがなんでそういう形でできたのかということは国が県側がきちっとした検証をやらないということが あるので、我々には弁護活動の中でできる限界というのがあるので、そこを解明することはできませんでしたが、やはりそういう事件を作り上げることができる場所であるということをですね、皆さんにはよく知っていただきたいということです。そうですね、今言われたこと非常に重要だと思います。それでこの事件は結局ですね、最初は僕は警察の幹部のね暴走だったと思うんです。鹿児島県警捜査2課ですかね、はい、はい、統一選挙違反取締本部の所属の方と渋谷市の警察署長などがこう
出してやっていき、その部下の取り調べの中では踏み字事件もですね起こり、渋谷事件で全国的に知れ渡ったのがこの踏み字の問題と人質司法の問題、そして取り調べの可視化という問題なんですね。一番3つが浮かび上がったのはですね。で少しお聞きしたいんですけれども、踏み字事件っていうのは捜査の発端で、買収事件とは違う形で始まった、先ほど言われた川端さんが巻き込まれた事件ですよね。それはどういうものだったか少し、で踏み字はどういうふうな形でやられたのか。はい、4月13日は投開票日ということですけど、この投開票日の翌日、川端さんが警察署に連行されて、朝早くから取り調べを受けるということで、厳しい取り調べの中で、ビールを配ったということで、中山さんたちのためにビールを、選挙違反のために配ったということで、調べられた。その中で取り調べの中でさらに与浦集落へ焼酎を持っていただろうという焼酎口事件ということが作られて、そのプロセス、その取り調べの過程の中で川端さんに対して自白をしない川端さん、黙秘をする川端さん、黙っていた川端さんに対して家族の名前、親族の名前ですね、孫の名前などを書いた紙を3枚、足元に置いて、これを複数回踏ませるということが国賠訴訟の中で、川端さんの国賠訴訟の中で認定された事実ですけども、そうですね、これちょっとだけご紹介させてください、はい、お父さんと義理のお父さんと孫の3人の方から、お前をそんな息子に育てた覚えはない、こんな男に娘を嫁にやった覚えはない、早く正直なじいちゃんになってとかいうのを書いたやつ、紙を踏ませたということなんですよね。足首を握ってですね、川端さんの足首を握ってそれを踏ませた、踏みにじらせたということですよね。特別公務員暴行陵虐という行為に当たると思いますけども、そういうことを行う、不買収になったんですよね、はいはい、それをまた検査されまして、それも有罪判決が出ました。で、それほどひどいことが、我々やっぱりやってないとかやってるとかっていう問題以前の、やっぱりそういう取り調べ室で、人の心を踏みにじるような残忍な行為が行われたということは許せないことだということだと思うし、そういうことが、ね、できる場でもあるということなんですよね。はい、それともう一つ、人質司法というのは、要するにこう自白して供述調書にこうサインをしない人についてはもう長期拘留して認めるまで出さないというか、そういうやり方がまかり通ったということなんですね。でこれ梶山さんが用意してくれたですね、被害者になられた方々の交流、日数なんですが、最長が中山県議、新一県議の395日、ご夫婦周遊側にされたね茂子さんが273日で、ずっと185とかずっと続いて、この中で少ない人で87日ということでありますけれども、この長期の交流時間、改めてこうやってみますと驚きますね。どう思われます、これは本当に。いや、逮捕状を取るときに、裁判官に認めるか認めないか、要するに裁判官自体がそれを認めてるというのが、うん、もう本当にひどいですね。うん、本来的にはこれは人質司法だから、なんでこんな長くなるっていうのは、裁判官自体が、うん、警察と一体になっているということも現れたと思っていますけど。そうですね、こういう長期拘留で密室の中で取り調べを受ける中で自白を強要され、供述調書にサインさせられた人が何名でしたですか。 6名ですか。6名はいますね、はい、ね。
さらにこれに関連してお聞きしているんですけれども、自殺未遂をされた方が複数おられると。はい、あの2段階での取り調べ で、ね、2段階で、それは、ね、それは前で、はい、その段階でも起こってるわけですね。懐さん、病院に運ばれたり、2段階で病院に運ばれたりとか、自殺未遂を図ったりとかという、まあ、非常に厳しい取り調べがあっただけじゃなくて、今人質司法の話をされましたので、人質司法で言えば、はい、逮捕拘留された後ですね、これ本当は在所隠滅、逃亡の恐れを防止するということ、逃亡を防止するというために行われている、つまり公判定に出すために、逮捕拘留というのは行われるはずなんですけど、はい、もう取り調べ目的で逮捕拘留が行われているということが明らかなのはですね、実はこの、毎日のように、例えば会合があった家の、そこで会合があったという人のですね、家、お宅では主の方というか、まあ、奥さんの方ですけども、毎日のように毎日取り調べられました。取り調べられています。で、それがまあ朝8時、9時から9時からですね、夜8時、9時、10時というような時間帯まで調べられる、ね、毎日。それが毎日です。4月、ごめんなさい、6月、あ、違いますね、5月13日に逮捕されているんですが、5月13日から最終の保釈されるまでの8月13日かな、どっかその辺まで毎日調べられたという、その長時間、長期間調べられたということが、いかに人質司法であったかをよく示している案件、事案だろうと思います。任意の取り調べの段階で自殺未遂もされた方もおられるということで、先ほどお名前出しました懐さんなどは、その段階で川に飛び込んだということでもあるんですかね。そうですね、夜浦の懐集落には近くにある、滝壺に飛び込んだ、近くにいた人に救助されたという話なんですけどね。ああ、そういうことがあったんですね。で、供述相当っていうのは、その警察がまず最初に取って、その後検察もですね、新たに取るということですが、その懐さんの飛び込んだという時のこう証言が、検察の調書で書かれてきたことと、その懐さんを助けた方の証言が裁判の過程で食い違ってたというふうにお聞きしてるんですけど、それはどうだったんですかね。そうですね、懐さんは助けられた人に、はい、滝壺に飛び込んだ後助けられた方にですね、毎日のように取り調べて苦しいということで、死んだ方がマシだと供述、言ったと聞いたと、そういうふうに聞いたと、助けた人は法廷で証言してくれました。で、取り調べたその警察官、検察官ですけど、検察官は、死んでお詫びをすると言ったというふうに、懐さんが死んでお詫びをするというふうに調書を作った、助けた人の供述調書を作ったということなんですね。だから、死んでお詫びするということと、死んだ方がマシだという言葉が同じだと、趣旨は同じだろうというふうに強制してきたというふうに言ってるんですけど、誰が聞いても違う話だと思いますので、そうね、はい、そういうことがあったということです。はい、それで言えばですね、最初は警察の暴走という話をしましたけれども、ある時点で検察もそれに加担していったというふうに言えるんじゃないでしょうか。ある時点というかですね、これは最初の段階からだと思います。いわゆる小中口事件というものが、いちこさんのこの主の方ですけども、その方のが焼酎を配って歩いた、与浦集落の人たちを中心にですね、それが、焼酎口事件と呼ばれる、川端さん、先ほど言った川端さんの焼酎口事件の後に展開される別口の焼酎口事件なんですけど、これについて逮捕を、いちこさんと逮捕拘留されるわけですけど、その過程からすでに検察と警察の合同的な捜査が行われる
で、歪められていくんですね。本当は検察官がそこでチェックすべきなんですけど、当時の検察官というのは新米の検察官でした。まあ新任の検察官ですね、シニア系の検察官ということで、まあ非常に、経験が浅い検察官、これに対して、その捜査側の、刑事側というのは、警察側というのは、支部支所長、その捜査主任である、捜査主任の人とかは全て、まあ、経験豊富、公職選挙法違反事件というのを何件も手掛けてきた方、ベテランの刑事です。だからそのベテランの刑事と新米の刑事、検事、検察官、やっぱり、そこにですね、十分力の関係の差があったんじゃないかと。本当はそこで、十分なチェック機能を働かせて、ここで止めないといけない、供述の変遷があるし、おかしな事件だということで、それ以上やってはいけないということを、まあ、ベテランの検察官だったら、ここ把握できたはずなんですけど、もうそこを止められなかったということあったんですね。わかりました。はい。それでですね、最初この裁判をやられるとき、分離裁判になるような動きもあったのを、ある若い弁護士が流れを変えて統一の裁判にしたということで、梶山さんがこの本の最後の後書きでも書かれてますが、その弁護士のことを少しお話を。ですね、有留、弘康さんという弁護士なんですが、はい、確かこの方が実は途中でですね、がんになるんですね。で、病床からというか、笑顔でその何て言うんですかね、その被告になった人たちを本当に励ましてですね、やったんですけど、まあ、その彼が本当は分離裁判、要するに分離裁判になると、一人が認めればですね、その人がもしかしたら統合までに させるんですけど、まとめるんですね、13人に。ところが一人ずつになると、そこで有罪が出たらですね、この事件はもしかしたらみんな有罪になっている可能性があったのを防いだのが、この有留さんなんですね。ですね。はい。で、僕は思ったのは、やっぱり彼が時間稼ぎを相当やったというのは、認めた人を今度は否認に転換させるんですよ。それが大きかったなと思ってるんですね。判決の半年ぐらい前に亡くなったんですかね。まあ、僕としてはもうその人のことをもう書きたくて、ね、後書きに書きましたけど、はいはい、この後書きにやっぱりこのね、有留さんのことを書かれたっていうのは非常にやっぱり大きくて、私もこの後書きを見ながらね、涙が止まらなかったというあります。はい。皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は皆様方にご支援のお願いです。私たち ISF 独立言論フォーラムは、一切の広告なしで真実探求と戦争廃絶で志を同じくする個人、団体によるご寄付によって運営される市民による独立したソーシャルメディアです。ご支援をいただける方は、下記口座宛てにご支援をよろしくお願いいたします。なお、ご支援いただいた方には、IS 通信の送付、ISF 主催の公開収録、シンポジウムへの無料参加など、ISF サポーターとしての対応をさせていただきます。口座情報は、ゆうちょ銀行振替口座01780717344、一般社団法人独立言論フォーラムです。ホームページもぜひご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。